はい、こんにちは。スタジオにはサイドようこそ。ギタリストの竹下敦です。本日のサウンドチェック、こちら行ってみましょう。ズーム社提供、ズーム G21NU、F の2に入ります。テキサスマンですね。はい、こちらを愛用の不次元性スタートキャスターで奏でてみたいと思います。はい、ランディローズがですね、やはり人気なんですよね。ということで、ランディローズミスタークロリを奏でてみたいと思います。まあ、パワーコードね、こういうね、ルートとコード、この組み合わせで弾くのがパワーコードと言います。いってみましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリね、ここのちょっともたらす気味にした方がいいです。オンビートじゃなくてちょっともたらすですね。それがランディ的リズムの取り方なんですね。ちょっとバロック調な感じになるんですよ、もたらすね。最初はなんですけど、2回目はちょっと溜めるんですね。ここがランディです。そしてイギリスが見ました、プログレッシブバンドイエスのロンリーハートです。レコーディングマジックいってみましょう。ワン、ツー、ワン、ツー。はい、ありがとうございます。そしてライブバージョンですね、こうなります。分かりにくいかと思いますが、ライブバージョン2回弾いてます。はい、となります。そしてスウェーデンが生んだギターヒーロー、イングエマルムスティン、広島ナムです。ゆっくり丁寧に美しく弾きましょう。あまり速すぎても何を弾いてるか分かんなくなるんで、美しさが重要です。行きましょう。8を張っているので若干不安定なんですね。そこら辺を再現するためにですね、私は10を使ってるんですが、本来のピッチより若干狂わせてます。はい、本当はやればないですからね。その方がちょっとイングエっぽくなるんで、面白いんでやってみました。はい、というわけでこちらにテロップが出ます。現在私はですね、横浜にございますシアミュージック横浜校にてエレキギターとね、アコースティックギターのレッスンさせていただいております。ありがとうございます。フリーダイヤルでまずお電話くださいませ。そうするとね、とても丁寧な、受付が出ますの で全国展開してますんでね、どちらにお仕事で転勤なされても一貫してシアミュージックの、レッスンを受けることが可能でございます。はい、まずはフリーダイヤル、そして、まあ、4月なんでね、部署配置など変換が あるかと思いますが、落ち着いたらぜひ入会してください。そして私たちと共に音楽を楽しもうじゃありませんか。それではギタリストの竹下敦がお送りいたしました。See you next time です。